今回はあんかけ焼きそうめんの作り方を紹介します。そうめんを油で両面をカリッと焼いたところに豚肉と野菜のあんをかけたものです。余ったそうめんがあるときやアレンジしたいときにおすすめです。今回はそうめんで作るあんかけ焼きそばを紹介しました。多めの油で両面をカリッと焼くことで食感も良く、香ばしい麺とあんが絡んで美味しくなります。このチャンネルでは中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。